ラーメンつけ麺、未成年と関係はダメ。どうも、加納栄光だなも。ま、あ一応、謝罪会見やし、謝るわ。誠に、申し訳ありませんでした。おじぎ。てか、フラッシュいるフラッシュなしでも、俺は眩しすぎるっしょ。てか、たまたま好きになった人が未成年ってだけで、それのどこがダメなんそしたら、16で結婚できる法律って矛盾してない まあでも本当にねスタッフたちには申し訳ない思ってる相手の年齢は疑わなかったのかにゃあミーはそれが気になるにゃ本当に96歳って思ってたにゃそれがまさかの17歳熟女好きの俺もびっくり相手の年齢が分かったのはいつなのダーリン一緒にランニングマ踊ったらキレキレだったんだよね 96歳が出せる体のキレじゃないなって思ったら17歳だった。てかお姉さん、綺麗な顔に鼻クソついてるよ。あら、もうやだ、恥ずかしい。条例違反をしたことについてはどう思ってるのかにゃ。ミーはそれが気になるにゃ。条例の話ね、オッケー。いや正直ね、謝れば済むって思ってたね。まあでもその俺の考えが甘かったね。お姉さんの、 唇のように。てかお姉さん昨日早く寝たっしょ。顔色がいいね。あってそれはいつもか。ちょっとお姉さんこの後六本木で一杯どう俺うまい店知ってんだよね。謝罪会見でナンパする俺最高にセクシーでしょ。学生時代のあだ名はセクシー栄光だったからね。えー、子猫ちゃんたち今日は本当に僕のために集まってくれてありがとう。これからは未成年に騙されずに熟女好きを貫けたらなと思います。 今日は記者会見楽しかったよ。まあ記者もほんまに大変やと思うけど、たまに俺みたいなカリスマに会えるし、それはそれでええんちゃう。仕事の愚痴言わずに、頑張れよ。最後に一発、おじぎ。